真ん中でシュビドゥワハローでパパパヤ宇宙人だよシャンパズビア UFO シュビドゥワハイテクパパパヤ未来はすぐそこシャンパズビアパパパパヤシャンパズビアルンルルン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 。いっちゃ、メグちゃん。今日は約束の日だね。覚えててくれるかな。あの日の小さな約束。行ってきまーす。バッチリ用意したぜ、京子ちゃんへの誕生日プレゼント。これを渡せば。大人気のノビール太郎。なんちょってポイント急上昇だぜ。絶対決めてやる。あれは京子ちゃん。誰だあいつは。イムタクだ。イムタク。隣のクラスの井村拓也くんですのね。井村拓也。これ読んでくれる。じゃまた。すごい、イムタクからのラブレターだよ。ラブレター。ってば隣町小学校人気投票男子の部ナンバーワン、ルックス運動神経抜群のクールなナイスガイ、イムタクこと井村拓也くんからのラブレターなのよ。でも私にはたかしくんが。何言ってんのよ京子ったら。たかしくんなんてアホでどうしてスケベで単細胞でいいとこ一つもないじゃない。ひどいお人や。前から思ってたんだけど、たかしくんのどこがそんなにいいわけ。どこがって。くそー、言いたい放題言いやがって。イムタクなんかに負けてたまるか。俺もこのプレゼントを渡して京子ちゃんに。あら太郎くん。あいつ俺より先に京子ちゃんに。好きです、付き合ってください。あちょっと待った。すぐ後ろにスケベ男が逃げなすび。目標達成。なんでだ。田中太郎、突然転校してきた謎の宇宙人だ。よし、俺もラブレター書くぞ。何覗いてんだ。あっち行ってろ。ミャミャオ。ちゃっか、邪魔ばっかりしやがって。デートしてくれだって。やべえ。よし、できた。これを下駄箱へ入れてっと。むしゃ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 。俺の手紙返せ。たかし、回して。ちゃんと返せよな。どっから出てくんだよ。あ、ラブレター。よかった。なんじゃこりゃ。にゃぐれた。いらんわ。京子ちゃん、こうなったら直接アタックだ。あの、これ受け取ってください。それで、あの、好きです、付き合ってください。本当？はい。やあ、こっちか。俺と付き合ってください。やあ、もう邪魔だ、どっか行け。ひどい。ああ、いや違うんだ京子ちゃん。あの、お誕生日おめでとう。やっぱり約束覚えててくれたのね。約束？ありがとう、たかしくん。いや、なんか箱がいきなり大きくなってた気もするけど、行きますよ、行きますよ。なに？お前ら、それどうしたんだ？たかしからのプレゼント。じゃあ、俺が京子ちゃんに渡したのは。たかしへのプレゼント。なにこれ。私へのプレゼント。バカたかしい。たかしくんが5年前の約束を覚えてるなんて信じた私がバカだったわ。もう知らない。あー京子ちゃん、完全に怒っちゃったよ。でも5年前の約束って。たかし、これ。うわ、爆弾。
ただの爆弾じゃない。タイムボム。5年前に行ける。嘘！ここは隣町公園。あれはユージ、ユタカ、マサミ、リエナで。それにしてもみんなやけに小さいな。リエちゃん遅れてるよ。昔も今もあんまり変わらないな。ってことは本当にここは5年前の世界。らっしゃいらっしゃい、お買い得だよ。いやずるい商売すな。よし、せっかく来たんだ。京子ちゃんが言ってた約束の内容を確かめてやる。と、肝心の京子ちゃんは？あ、あんなところに。かわいいな。でも一人で人形遊びなんかして。あ、そっか、京子ちゃんは確か5年前にこの町へ引っ越してきたんだ。まだ友達がいないんだな。あ、あれは。かわいい子だな。5年前の俺だ。俺、堀町隆。君は？浅田京子。一緒にブランコ乗ろう。でも行こう、それあ、やるじゃん。そういえばこれがきっかけで仲良くなったんだよな。待てよ、確かこの後。おいどけよ、俺たちが乗るんだからな。そうだ、いじめっ子にブランコ。なんだよ、俺たちが遊んでたんだぞ。うるせえ。お前もやられてんのかよ。やろう。待てよ、確かこの後。それ今だ。っていう風に京子ちゃんを助けてますます仲良くなれたんだ。よし頑張れ俺。変身。そうか、太郎隊になって一緒に戦ってくれるんだな。4人は仲良し、正義の味方と太郎隊参上。今日は太郎隊の貸し切り。ずるいな。自分たちが遊びたかっただけかい。この人たちかっこいい。今のうち逃げるんだ。そこで京子ちゃんをかばって急接近するはずだったのに。これじゃあ5年後の世界で嫌われちゃうよ。あれ、あっ、いきなり飛び出してきたら危ないでしょ。気をつけなさい。教頭先生だ。やっぱちょっと若いかな。あれ、あの姿は先生。猫が寝転んでる。なんてな。全然変わってない。おう、すいません、スーパーマーケットはどこですか。この人5年前から道に迷ってんのか。おう、タクワ。とりあえず5年前の俺を説得して京子ちゃんにいいとこ見せなきゃ。お買い物パウパウ。な、母さん。お、あ、あ、誰ちゃんだったかしら。たかしくんに会いに来たんですけど。うん、たかしならお友達とお部屋で遊んでるわよ。仲良くしてあげてね。お肉も野菜。変わんないな、母さんは。友達って誰だろう。なんでお前らが友達になってんだ。お兄ちゃん誰。俺は5年後のお前なんだ、わかるか。嘘だ嘘だ、俺はもっとかっこよくなるんだ。なんだと。本当なら証拠見せてよ。証拠。思い出のアルバム。ああ、そうか、この5年間の写真を見せるんだな。この5年後の京子ちゃんと仲良くなれるかどうかはお前にかかってるんだからな。そうか、分かったぜ兄ちゃん。俺強くなって京子ちゃんを守ってやるんだ。よし、それでこそ俺だ。よし、特訓だ。
ペコするぞ。お前がペコつかしてどうすんだ。体力もつけなきゃダメだ。トロ、お前もバーベル上げか。大きくなるよ。関係ねえことすな。あとは実践練習ができるといいんだけど。練習相手。あんなの無理だよ。恐れるな。今までの特訓を思い出すんだ。根性だ、たかし。よし。ご苦労様。アルバイトだったかい。よし、京子ちゃんは一人か。じゃ、さっき話した通り、俺と太郎が不良になって京子ちゃんに絡んだところでお前が来て、俺たちを追っ払うんだ。京子ちゃんにかっこいいとこたっぷり見せろよ。うん、よし、作戦開始だ。ああ、たかちゃん、ご飯ですよ。よーよー、お嬢ちゃん、俺と遊ぼうぜ。嫌だってのかい。おい待てー、京子ちゃんをいじめるやつは俺が許さないぞ。高志くん、俺に逆らうと仲間の悪い宇宙人がお前らをいじめちゃうぞ。京子ちゃん逃げろ。でもここは俺に任せて逃げるんだ、早く。うん、さあ来い、京子ちゃんは俺が守るんだ。出ろ、凶悪宇宙人太郎。言いやがって。特訓の成果を見せてやる。1対1で勝負だ。特訓だぞ。よし行け。まるっきり上手いじゃねえか。押せば帰れる。本当か。よし。ん、何も起こらねえぞ。よく見て。5年間押し続けてください。それじゃ意味ねえだろ。俺はすぐ帰りてんだ。近道もある。 あそこか。わっしゃい。なんだよ、UFO ラーメンじゃねえか。俺は元の世界へ
パッキュンとっても戻りタイムトンネルラーメン。戻りタイムトンネルラーメン。トンネルを抜けるとそこは、そこに穴が開いたぞ。なんなんだ。やっと俺様の出番が来たべっちゃ。これから大暴れめっちゃ。こんなところにクッションがあって助かったぜ。よし、人形を買いに行かなきゃ。小指でないってよ。全然足りない。当然か、5年前の約束すっかり忘れてたもんな。人形が買えない。回して。人形出してくれるのか。人魚。人魚じゃなくて人形だ。大体人物は買えるじゃねえか。お金は後だ。まずは人形を見つけないと。知らねえ。ないね。3年前に製造中止になったわよ。そんな。待てよ、5年前なら売ってたんだ。太郎、もう一回5年前へ連れてってくれ。あのタイムボム1個作るのに10年かかる。なんだ。ほな、お願いします。どうしてもあの人形が欲しいんです。弱ったな。うちの倉庫を全部探せばどっかにあるかもしれないけど。本当ですか。これ全部見るのか。いや、約束のためだ。やるぜ。太郎、そっか、箱の中を透視して人形があるのかどうか確かめてくれるんだな。全部で1250箱。やあ、箱の数数えてどうすんだ。余計うんざりすんだろうが。そう、順番に一箱ずつチェックするしかないぜ。うわ、お前も手伝ってくれるのか。サンキュー。玉入れかい。登って全部確かめるしかないぜ。たかし君、本当に約束忘れちゃったんだね。小さい頃はあんなに優しかったのに。全部調べたけど見つからなかった。どうしよう。こうなったら自分で作るしかないぜ。開いた。やった、完成だ。でもこんなんで喜んでもらえるわけないよな。たかし、そろそろ時間よ。昨日は手紙だけど失礼したな。君の誕生日だって知らなくてさ。これもらってくれ。すごい、あれティファーヌのブレスレットだよ。なんの野郎。いや、約束を守れなかった俺にそんな資格はないんだ。たかし君のバカ。何。ティファーヌが。回して。お人形。あ、それはダメだ。なんだこの汚い人形は。タロウだな、人形持ってきたの。なんでよ。京子ちゃん、あの人形もう製造中止になってて、それで工場の倉庫を一晩中探したんだけど、どうしても見つからなかったんだ。だから自分で作ろうと思ったんだけど、うまくできなくて。たかし君、この人形を一生大切にするね。やったー。俺も絶対変わらねえ。やばい。アウト。なるほど、キョコがタカシを好きになった理由が分かったよ。